またまた三谷選手、毎回やね。おかげさまで。それだけ安定してるってことよね。そうですね、嬉しいですね。ね、強かったね、やっぱ原田があんだけいってるのをさ、あのままこうしっかりこうつけまいで回っていったっていうのは。そうですね、超えれると思ったんですけど、うん、やっぱりその原家も強いので、うん、ちょっと悔しいですね、はい。でもね、あれもうちょっと置いたら後ろからドーンっていかれそうな。そうですね、あそこは持ち味なので、うん、はい、なんとか我慢してと思ってました、ね。粘っこい足はいいなという。そうですね、それだけしかないですけど、はい。でもあれは練習の賜物だよね、やっぱね。そうですね、まあ、自信、そういう自信はありますね、はい。ね、うん、さあこれでまた脇本と一緒だけど。そうですね、今日も強かったので、うん、まあ、しっかりついていって、うん、まあ、抜けれるように頑張りたいですね。脇本も毎回毎回抜かれたらそのうち嫌なんじゃない。いや、もうそれはもうやっぱり勝負なので頑張ります。ね、やっぱり近畿ね、地元地区で3人乗って、はい、そうですね、それは嬉しいです ね、 ね、うん、ダービーに引き続いて村上兄がちょっとね、こぼれただけで。そうですね、やっぱりその近畿も安定しているので、まあ、このままずっと近畿安定した中で頑張りたいです ね、うん、ね、やっぱね、みんな期待してやっぱ安定した成績残してくれる選手って買いやすいからね。そうですね、頑張ります、ね、はい。やっぱ一応車検の対象になってるわけで、はい、それも考えて頑張ります。どうだったの、その2着権利だっていうのを意識した。まあ、そういう意識はなかったといえばあれですけど、うん、まあ、しっかり仕掛けようと思ってたので、うん、しっかり仕掛けることはできたんですけど、うん、あともう少しあそこを超えれたらなっていう部分はありますね、うん、はい。でもね、やっぱり非常にレースもね、レース運びもうまいし。そうですね、今日のレースに関しても、まあ、比較的、まあ、僕の中ではやりやすいメンバー構成だったので、うん、まあ、しっかり考えてレースしました ね、 ね、よくレースを知ってるという感じがします。まあ、それは勉強してます。まあ、頑張ってまた。はい、ありがとうございます。ということで、多分連覇なるかな。